ゴリラパンティです。今、コラボで、ストリートファイター5とコラボしていて、ジェスチャーとスタンプが追加されましたね。あと、ストリートファイター5のゲームを持っている人は、チャレンジクエストかな？チャレンジクエストを受けれるそうですね。自分は持ってないので受けれないんですが、竜装備の一式が、作れるみたいなので、まあ、持ってる人はね、ぜひやってみてください。で、自分は今回ですね、買ったんですよ。スタンプとジェスチャーを。なので、ちょっとスタンプの方を初めに見せていきます。はい。まず。はい。はい。じゃあ次いきます。はい。スタンプは以上です。じゃあ早速、このストリートファイターのジェスチャーですね。波動拳と昇竜拳使って、ロスジャグラスを倒してみます。倒してみようかなって思ってます。じゃあ早速ロスジャグラスの方に向かっていきます。下かこれ。下だわ。ここか。これ古代人の森って複雑すぎて自分まだ分かってないっていう。じゃあ行くぜ。波動拳。しゃあ。よし。顎パッカーンですよ。もうこれ顎、もうボロボロですよ、これで。一時期流行りましたよね。顎パッカーン。でもあの人は俺意外と嫌いじゃないですね。いて。おい。なんだお前。何やめろって。あ、波動拳の射程。意外と波動拳が強い。いけいけ。おい、どこ狙ってんだ？どこ狙ってんだ？ちょっと、やめて食べないでくれよ。ちょっと。なんかこいつバナナっぽいっすよね、顔が。僕の大好物ですね。おほほほほ。ほら、これでスタン狙っていけるんじゃない？いいぞ。顎に当たってないよ。顎パッカンできねえぞ。ちょっと、膨らむと。これは長くなりそうだ。ほら。待て。お、これは、ふわふわクイーンになっちゃうんじゃないですか。やばい。プケプケさんも。待て、ほら。俺と先生どうぞ戦いや。何分かかんだこれ。こういう環境を利用して、ちょっとこのプケプケでけえ。ちょっとこのプケプケはちょっとでかい。じゃあここからは倍速でいきます。
あれ？もうドクロマックついてる。やべえ、波動拳強え。ほら待て、ほら逃げんじゃねえよ。まあプケプケにやっぱダメージ与えてもらったっていうのもあると思うんですけど、結構多分この波動拳でもダメージ与えてますよこれで。俺に渡せぞ。俺この波動拳で倒すからマジで。ほら。いけるいける。落ちろ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 。いけ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 。さあ。うめ。それだけ逃げない。あのパターン。カマキン拳法。あ。ほら。クラウドのカマキン拳法。あー。なかなかしぶといな。おっと。破壊していく。うわっしゃい、来てしまった。お前らも顎パッカンしてやるよ。ほら何逃げてんだ、ビビってんのかってか思ったんだけど、これ地味にスタミナ使うんすね。今気づきました。定位置に戻ってきたわ。やっぱここ落ち着くわ、本当に。ってことで、今回はですね、ストリートファイター5のスタンプと、ジェスチャーですね、を使ってドスジャグラスを倒してみました。もしかしたら、なんか殴れない状況があった場合、波動拳を使ってもしかしたら、ダメージを少しだけ稼げるっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。クシャルダオラが竜巻の中にいて、そこに波動拳打ってダメージを与えるっていうのもできそうですよね。はい。で、今、タチの動画頑張って撮ってるんですけど、なかなかいい感じに倒せないんですよ。なので今、はい、頑張ってるので、待っててください。それじゃあ、多分今日もう一本動画あげるので、そちらもよかったら見てください。じゃあ、また、会いましょう。バイバイ。